皆様こんにちは。ミュージカルブラックメリーポピンズでハンス役を演じます小西良生です。まず音楽がオリジナル作品、韓国のオリジナル作品の中でもすごく素晴らしいものなんじゃないかなって僕は思います。作風自体がすごく暗いというか重い作品なんだけど、この音楽が入ることによってただ暗いだけじゃない、ただ切ないだけじゃない、なんかそれがすごく繊細で美しくも見えるし、そのシーンごとの魅力を音楽がすごい膨らましてくれてるような気がしていて、で前作やる時もすごく音楽に助けられた記憶があるんですけど、それぞれのメンバーがまたその前作からある程度時間の中でいろんな経験をしてきてて、今度やる時にはまた違ったニュアンスが歌でそれぞれ伝えられる力をつけてきてると思うので、みんなと声を重ねたりとか、そのシーンごとのシーンの表現をやっぱりミュージカルなので音楽で豊かに表現しなきゃいけないので、その挑戦をもう一度できるというのはとても楽しみです。そうですね、みんなそれぞれのキャラクターが過去を背負ってるんですけど、その過去をこうもう一度みんなで思い出そうとするための、まず原動力にもなってるし、ストーリーの、ストーリーテラーじゃないですけども、ストーリーをこう引っ張っていく役目を担っているので、キャラクターも長男ということもあって、なんかその作品とそれからメンバーをどっか引っ張っていかなきゃいけないという責任を感じますね。で、とても辛い役なんですけど、血はつながってないけども兄弟の話なんで、その例えば過去に帰ってすごい楽しいシーンとかをやってると、すごいお兄ちゃんなんですよ。みんながこうわーって無邪気に遊んでる中で、どっかちょっとお兄ちゃんしなきゃみたいな、血のつながっている兄弟以上になんかお兄ちゃんとしての自覚を持っていなきゃみたいなのを抱えてたりとか、なんかその全てが一人っきりではできない役柄だと思うんですけど、なんかそういうその兄弟間での自分の立ち位置っていうのはすごく面白みを感じる役です。で、前回はすごくその作っていく過程で兄弟の距離感っていうのが自然にできてきたんですけど、今回は中川翔子さんが新しく妹として加わるので、自分自身どういう長男像が出来上がるのか、ハンス像が出来上がるのかっていうのはこれからすごい楽しみですね。由美さんはすごい役者のことを大切にしてくださるのと同時に、もともと例えば脚本があるとしたら、その脚本を元々の原作の本とか、この上がってきた本以上により細かく緻密に組み立てていかれる方なので、演者にとってはその役をやっていく上で辻褄がすごく合うというか、で一番最初はそれこそ1行に4時間かけたりとかして稽古をかなり細かくやってくれるんですけど、その前半戦の稽古のおかげで途中からはなんか自分たちの役がそのまま体にこうスッと流れ始めるというか、で今回の作品っていうのはこの時間軸が昔と過去と現在を行ったり来たりするんですけど、すごい難しい作品なんですけど、それをなんかあんまり難しく感じないというか、なんか自然に自分の過去を追体験するような感じで過去のシーンをやって現在に戻ってきて、あ、自分はこんな記憶だったんだっていうことに驚いて、そこから次のシーンが始まるっていう、その作品の流れが由美さんの演出によってすごく演じやすくやりやすくなってます。で、実際に舞台に入った時に演出家の力ってすごい僕は感じるんですけど、この作品の由美さんの演出はもう舞台上を見た瞬間に役者がすごいなんか真っ裸になるし、舞台というかなんかあんまりこうごまかしの効かない本当に広い空間に真っ白な空間に立たされる感じがヒリヒリして
そのチャレンジ精神もなんかかきたてられてすごいやりがいを感じますね。今回あの役に中川翔子さんが決まった時にその名前を聞いて、まあ、パブリックなイメージでしかないんですけど、すごい役柄に、僕の想像の中ではすんなりとハマるというか、妹を想像しやすかったです。取材などで初めてお会いしてなんか話しているとすごい自分ではこう普段はこうなんか一人きりにこもったりとか、仕事が終わるとなんか一人上手な感じだったりとかっていうのは自分でおっしゃってるんですけど、すごいみんなとコミュニケーションを取ろうとしてくれてるような感覚をもう今日の時点で受けたので、でこの作品はもうとにもかくにも兄弟4人のなんか上っ面だけじゃないこの関係性がすごい大事になってくるので、いい妹だなと、すごい可愛らしい妹だなと今の時点で感じてます。でも他のメンバーに関してはもうとにかくもう一度会えるっていう喜びがすごい強くて、なかなかないんですよね。ここまで、まあ、少人数っていうこともあって、それぞれがなんかあんまり仕事の距離感とかではなくて、お互いのことをなんか良いところも悪いところも知ってるみたいな、なんかこうそれぞれ見透かしてるような感じがある関係性で仕事ができたりとか作品を作れるという現場はなくて、なんか兄弟に近い関係性でいられるので、ただそれぞれがなんか新しい経験をしてまた再度集まるので、どういう風なそれぞれになってるのか今からすごく楽しみです。でそんななんていうのか、まあ自由でやんちゃな兄弟たちを一郎さんはすごいね、この母性とちょっとした天然でまとめてくれるのでなんかもうみんなの愛すべき母というか、もう役柄そのまんまですね。だから再会できるのはすごく楽しみです。ミュージカルブラックメリーポピンズ、とても濃密な、暗くでも、暗いだけじゃなくエンターテインメント性もたっぷりで、切なく美しいミュージカルがまた帰ってきます。もともとのメンバーに加え、中川翔子さんが今回新しい妹のアンナ役として、参加してくれます。少人数で作る作品ですので、これからの稽古で本物の兄弟以上に、みんなとコミュニケーションをとって前回以上のいい作品にしたいと思いますので、ぜひ皆さんまた劇場に足をお運びください。そしてまだ見てない方々、ぜひこのブラックメリーポピンズを体感してみてください。それでは劇場でお待ちしています。